フランク・キャプラ、フランク・キャプラ、1897年5月18日から1991年9月3日はアメリカ合衆国の映画監督。ある夜の出来事、オペラハット、我が家の楽園とサンダーアカデミー監督賞を受賞している。イタリア・シチリア島、ビザック・イーの出身。武道園を営む家庭に生まれるが、7人兄弟だったため家は貧しく。 6歳で家族と共に、ロサンゼルスに移住。父は、オレンジ畑で働いたが、貧乏ゆえ、キャプラ自身も幼い頃から、新聞の売り子や酒場で、万丈引きとして、家計を助ける。苦学して1918年にセループインスティチュート、後のカリフォルニア工科大学エンジニアリングを学び、卒業後に陸軍に従軍するも、スペイン風邪にかかり除退。その後は、 本のセールスなど詐欺まがいの職業を転々とした後、作家になるために、シナリオ学校に入るが、小説よりも映画に興味が起き、1921年に、インディペンデント系のクリスティ映画社に入社。その後、ポールがアース運ン映画社で助監督として主にそれまで、アメリカ映画界の主流だった、喜劇映画の制作に関わり、キプリングの死を客色した1922年の短編。 フルタ・フィッシャー、スボーディング・ハウスが事実上の監督デビュー作となる。その後、ハル・ローチに招かれて、当時人気だった、喜劇、ちびっこ・ギャングシリーズのギャグライターとして活躍。1925年に、マック・セネットと出会い、喜劇俳優、ハリー・ラングドン主演のコメディで、長編監督デビュー。以降は、ラングドン専属の映画監督となったが、 ラングドンが監督にも進出するようになり、あぶれてしまったキャプラは、1928年に、当時、まだマイナーなスタジオだったコロンビア映画に招かれる。コロンビアで初めて撮った、のんきな商売の出来に満足した重役のハリー・コーンらと専属契約を結び、以後は、コロンビアの職人監督として、サブマリン、渦巻く都会、空の王者、大飛行船、狂乱のアメリカなど、 話題作や大作ドラマに起用される。1929年には、コロンビア初のトーキー、ザ・ヤンガージェネレーションを手掛け、コロンビア上層部からの期待を担う。1931年の奇跡の処女を担当した、脚本家でのちに名優となる、ロバート・リスキンと、意気投合し、1933年、コンビを組んで人情喜劇、1日だけの祝助を発表。 本作は、アカデミー作品賞と監督賞にノミネートされ、キャプラとリスキンの出世作となるが、アカデミー受賞式の際、キャプラは新調したタキシードを着て出席、プレゼンターのフランクの声で自分が選ばれたと思い、席を立ち上がるキャプラだったが、スポットライトを浴びたのはフランクロイドの方で、キャプラは赤っ端を書いた。この時、二度と受賞式には出席するものかと思ったという。 1934年のある夜の出来事はスクリューボールコメディでありまたロードムービーの元祖としての評価も高くこの年のアカデミー賞の作品賞監督賞主演男優賞主演女優賞脚本賞と主要部門を制覇後にこの記録は各校の巣の上でが現れるまで唯一の事例でキャプラとしては前年に舐めさせられたにがりを跳ね返したちなみに 本作の主役だったクラーク・ゲーブルとクローデット、コルベールはそれぞれ MGM とパラマウント映画の専属スターで、当初は弱小スタジオ制作のこの映画に貸し出されたことに納得がかなかったという。これにより、コロンビアは一躍、メジャースタジオの仲間入りを果たす。キャプラもリスキンとのコンビで快進撃を続け、1936年に、後に、 キャプラー映画の常連となるエイリー・クーパーやジーン・アーサーを起用したオペラハットで再び監督賞を獲得。1938年に再び組んだジーン・アーサーとの地にキャプラー映画を代表する俳優となるジェームズ・スチュワートが初出演した我が家の園では作品賞と3度目の監督賞を受賞する。この間の1937年にはキャプラーとしては異色の作品である。 冒険映画、失われた、地平線を発表するが大幅にカットされて公開され、ヒットはしたものの莫大な予算を回収するのに5年もかかり、脚本家や制作会社との関係に亀裂が生じた。1935年から4年間にわたり、アカデミー会長を務め、1936年にアカデミー協会との対立が原因となった俳優や監督の組合が起こした。 受賞式ボイコット運動に移行して、第8回アカデミー賞を開催させると、映画以外での手腕も周りから高く評価される。1930年代は、まだ大恐慌の傷跡が大きく、暗い世相の最中、楽天主義、アメリカンドリーム、ユーモア、ヒューマニズムをふんだんに取り入れた、キャプラの作品は、キャプラスク、カプリスク呼ばれ、名実ともに、 フランク・キャプラは1930年代のアメリカ映画を代表する映画監督となった。1939年、我が家の楽園で名コンビを発揮したジェームズ・スチュワートとジーン・アーサーが再び共演した政治批判も織り込んだスミストへ行くを発表、またもや批評面でも工業面でも大成功する。その後、ワーナー・ブラザースに移籍。 1941年のゲイリー・クーパー主演の群衆では、いつものヒューマニズムあふれる内容だけではなく、先導されやすい大衆の恐ろしさも同時に描いた。1941年にはそれまでとは、打って変わった、ブラックコメディ、毒薬と老状を、撮影、公開は1944年。 第二次世界大戦中は軍隊に志願し、アメリカ陸軍の映画班に所属したギャプラは、ワシントン DC に駐在し、日中戦争を描いた、ザ・バトル・オブ・チャイナを含む、我らはなぜ戦うのか、リーズといった、戦意公用のプロパガンダ映画を新兵教育のために、制作、また、兵士の日常を描く、ギャグアニメーションのシリーズなども制作。中3にまで昇進して、終戦を迎える。 戦後、戦時中に陸軍の映画班に所属していたジョージ・スティーブンス、ウィリアム・ワイラーらと共に制作会社リバティ・ピクチャーズを1945年に創設、自らも再び映画制作を再開して、1946年にこれまでのキャプラ映画の集大成として、素晴らしきかな人生を発表するも、工業的に惨敗。1948年、 リバティ・ピクチャーズはパラマウント映画に吸収され自分が万を持たして発表した素晴らしきかな人生の失敗で自信を消失してその作品数は激減する。1964年の短編映画レンデイスバース・イン・スペースを最後に映画界から引退。1971年には自伝を発表する。しかし、この頃からテレビで クリスマスの時期になるとパブリックドメインとなった素晴らしきかな人生が頻繁に放映され始め、それまでキャプラを知らなかった若い世代から再評価され、今ではクリスマスにこの映画が流れるのは定番となっている。1991年9月3日、老衰の試し去、94歳没、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。